はい、こんにちは、たかチャンネルです。今回はこちらのじゃじゃーん、ゴジラを紹介したいと思います。たかチャンネルの動画ショー。ゴジラ熱がね、僕の中でね、高まってきて、円谷英二さんが残した遺産だと思って、つまり本当に素晴らしいものを残してくれたなと思いましたね。ハリウッドで映画が公開されますよね、近々ね。キングギドラとか出てきたり、モスラとかね、出てくるんですよね。ラドンも出てくるんですよね。素晴らしい、すごくね、楽しみなんですよ。で、ゴジラ検定っていうのもね、あるらしいじゃないですか。はい、楽しみですね。結構僕も勉強したいなと思うんですけど、ゴジラ検定もいいんですけど、ゴジラ検定もうすぐ始まっちゃうみたいなんで、ちょっと知ったのが最近だったんで、今回はちょっとパスして、次回また受けたいなと思います。はい、勉強してからね。 DVD ボックスをね、まずね、手に入れてないっていうのがね、あるんですよ。でね、 DVD ボックスは手に入れてなくても、頭部フィギュアは持ってるんですね。着ぐるみサイズの頭部フィギュア、以前の動画でね、紹介しましたけどね。はい、以前の動画で見ていただけたと思うんですが、ゴジラのね、頭部フィギュア、着ぐるみサイズのでっかい、もうほんとでっかい頭部フィギュアなんですけど、もうびっくりした。もう映画館に置いてあるんじゃないかっていうぐらいのね、迫力のあるね、頭部フィギュアでして、すごいんですよね。はい、ゴツゴツ感っていうかね、質感がリアルでね、もう本当になんかもう着ぐるみって感じ、本当に着ぐるみがそのまま立体化したみたいな。ソフトビニール製ではあるんですけど、リアルに初代ゴジラをね、そのまま再現したって感じですね。前置きは長くなりましたけど、今回紹介するのはこちらでございます。先ほども登場しましたが、はい、ムービーモンスターシリーズ EX ゴジラ1968、2015年に発売したものですね。こちらね、結構古めです。もうかれこれ4年前のものですね。こちらね、最初ね、こちらはね、僕イオンで見つけたんですよ、近くのイオンで。そしたらね、1500円ぐらいしたんですよね。1500円以上したんで、ちょっと諦めたんですけど、 Amazon で見つけたらね、これね、安くて1118円でね、プライム価格で出たんで、即もう購入しちゃいましたね。顔の特徴、まあ後で紹介するんですけど、ざっとちょっと紹介するとね、顔がね、特徴的で、まあ目が鋭いんですよね。そしてこちらもう一体はね、ちょっとメルカリの方で買いました。こちらね、2003年に発売したもので、ゴジラ1974、1968は EX なんですけど、1974、こちらの方はね、通常サイズってことみたいです。ちょっとカメラをこちらに向けたいと思います。はい、行きます、せーの。はい、というわけでこちらが1968の、ゴジラですね。はい、1968年に公開された怪獣送信劇というね、映画に出てきたゴジラですね。無敵の怪獣王って書いてありますね。本当にね、リアルです。ソフビながらここまでリアルとはね、驚きです。口元のボコボコ感とかね、すごくね、こんな感じで再現されてます。はい、歯もね、すごくね、ギザギザしててね。うん、もうね、歯茎も見えてるし、口の中がね、見えそうですね。はい。リアル。リアルですね。はい。1968年に公開されたこの怪獣送信劇というね、映画なんですが、11体の怪獣が登場します。すごくね、見応えのある映画ですね。はい。大人向けのね、重厚なストーリーになってるみたいでして、僕はね、ちょっとその映画ね、見た記憶はあるんですが、どういうお話だったかよく覚えてないんですよね。本当になんか目の部分とかね、どぎつい感じ、いかつい感じがしますよね。いかつい顔してますよね。このね、尻尾の部分までね、こうザラザラしててね、触り心地もザラザラしてますし、でね、ここ、線がね、細かくね、線がね、入ってます、いっぱいね。尻尾ですかね。ここ尻尾はね、曲がってるんですよ。ぐにゃっと曲がってるんですけどね。特徴的ですよね。まさにムービーモンスターシリーズ EX って感じがしますね。尻尾にまでこだわってるって感じしますね。このリアルなね、このぐにゃっと曲がり具合。まるで蛇のようにね、曲がってる。素晴らしいですね。うん。あとね、ここのね、やっぱね、ここのトゲトゲしさ、いいですね。ここのね、背びれのトゲトゲ。うん。やっぱりソフビ。ソフビでありながらね、ソフビでないような感じがしますね。チャチくない。全然チャチくに見えない感じがしますね。はい。ここまで進化したソフビなんですよね。はい。おすすめです。Amazon でね、今安いと思うんでね、ぜひ欲しい方は手に入れてみてください。こんな感じでね。
というわけでね、続いてね、紹介するのがね、こちら。こちらですね。はい。こちらはね、1974のゴジラですね。顔が可愛いんですよね、これね。なんか犬みたいな感じに見えますね、僕の中で。ちょっと。あとね、顔、あ、先ほどのね、ゴジラとね、見比べるとね、やっぱりね、顔がね、ちょっとね、右に傾いてるのが1968のゴジラで、左に傾いてるのが1974のゴジラって感じですかね。はい。こっちは目がいかつい感じでね、ほんといかにも悪そうな感じがしますよね、まだね。ちょっと悪さが残ってますよね、目にね。はい。そんな感じで。このゴジラはね、結構比較的、良心的なゴジラですね。優しいゴジラです。メカゴジラと対決しますし、はい。顔がま、優しい感じがし、うん。僕の中でするんですよね、やっぱりね。メルカリでね、手に入れたんですけど、こちらはね、本当にね、レアアイテム、絶版品らしいんで、はい。レアアイテムですね、こちら。このゴジラ、ぜひね、モンスター扱いしてほしいんですよね。ゴジラ対メカゴジラに登場したゴジラですね。はい。で、横を見せるとこんな感じでね、ちょっと塗装ハゲが目立つんですが、中古品ですからね。まあ、そこはね、ご了承いただけたらなと思いますけど、ほんとね、こちらのゴジラ、僕、こっちの方が僕好きなんですよね、顔がね。やっぱりね、顔はこっちの方が好きですね。身長差ありますよね、やっぱりね、身長差がね、こっちとね、比べると。いろんな種類のゴジラいるんですよね、やっぱりね。各作品ごとに顔が違うっていうのがね、面白いですよね。こっちの1968と比べるとね、顔がシャープになってて、シュッとしてて、それでいてなんかね、憎めない愛嬌がある顔してるんですよね。で、口の中の歯茎の部分はね、黒くなってるんですよね。やっぱこれは2003年に発売されたから、やっぱりそれなりにやっぱり塗装はね、限界があったんですかね。こちらのね、ゴジラはね、先ほども言った通り Amazon でね、比較的ね、安く手に入れる。比較的安く手に入るんでね。はい、ぜひぜひ。気になった方はお求めください。はい、というわけでね、こちら、今回買った商品の紹介レビューでした。ムービーモンスターシリーズ EX、ゴジラ1968と、ムービーモンスターシリーズ1974ゴジラでした。はい。というわけで、この動画が参考になったよ、良かったよという人はね、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回もまたお会いしましょう。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。